どうもこんにちは。メンタルコーチの久保田康信です。コーチングや個人向けのコンサルティング、オンラインカウンセリング事業のモンジュの運営をしております。今日のお話は、ちょうど今、歯のバイヤーの矯正をしているので、歯のお話。昔からの法則で歯並びを良くすると、いろんな人に影響を与えられるようになりますよっていうのがあるんですけれども、歯並びの法則なんて言ったりするんですけれども、歯並びが人に対して影響力を与えるのは、自分の声の音の響きが大切っていうのがあるんですね。で、その音の響きっていうのが、歯並びと今の自分から出てる呼吸からの声だったりとかっていうバランスが噛み合って、その相手いろんな人に心地よいこう音の響きで言葉を発して自分の影響力を高める、自分の思いが伝わっていくっていうのがあるんですね。歌を歌ってる人なんかはね、こう自分の声の響きで、当然歌詞とか音楽もあると思うんですけど、音の響きで人の心に響かせるみたいなのがあるんですね。なので声から出る音の響きってすごい大事なんです。で、歯並びが悪いとある一時期はその微妙にこうバランスがあってすごくいい感じに常にこう影響を与えることができるようになったっていう時期があるんですけど、不安定なんですよね。ちょっとしたバランスのが崩れてその響きが出なくなっちゃう。なので歯並びを矯正していい歯並びの状態で声を発するようなことができると、その歯並びでずっと音の響きが出せるものですから、人に影響力を与えやすくなる。安定、要は音の響きが安定するんですよね。その音の響きが安定するっていうことが大事なんです。そうすると、あ、この人にいつ会ってもこの声の響き、この声のトーンでなんか落ち着くなだったりとか、この人の言うことはちょっと聞いてみたいなって思ったり、そんなことができるようになりますので、皆さんもちょっと歯並びとかを気にしてみてはいかがでしょうか。今日は歯並びのお話でした。メンタルコーチの久保田康信でした。皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。それでは。